様です。ウィス、お疲れ様。今日はどちらへ？岡本タンメンさんの、横浜に今お店が新しくできたので、ちょっと取材してほしいってことだったんで、ちょっとあいにくの雨なんでどうなってるかなと思ってちょっと心配してるのと、立地がめちゃめちゃ悪いと思うんですよ。ここ今相当人通りも少ないし、場所悪いし、あと広告を一切打たなかったらしいんですよ。なのでちょっとだいぶ心配してます。まあ宣伝せえへんかったらさすがにこの立地じゃ厳しいかもってちょっと思ってるけど、探しに行こうかなって。どこかが分かってないんだよねまだ。あれだね、あれだわ、見て、人いますね。めちゃめちゃいるね。すごいね、行列できてるやん。並んでるね。すごいね、見て、結構並んでるよね。オープンして1時間ぐらいか。目立つね。そしてすごい簡素な作り、好きやな俺。裏口とかあるのかな、ちょっとあるよね。あ、これこれインスタ映え、マジで。あ、こういうこと。あ、こういうことね。こういうことっすか。お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは、お久しぶりです。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、結構行列できてますよね。はい、行列できてます。すごいです。すごいね、はい。なんかアットホームな感じですけど。そうですね、佃煮屋さんをずっとやってはって、はい、2代目、3代目、4代目で今運営してあります。あ、家族系です。あ、はい、なるほど、はい、和田さん。和田さんです。あ、自宅の1階で。そうです、自宅の1階で、はい、改装していただきました。そういうことか、はい。なんかちょっと年配の方とか、はい、お母さん働いてちょっと。あ、やっぱお母さん、80歳のお母さん。竹山社長、名物お母さんです。マジですか。こんにちは。こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。4代目、なるほど。あ、そういうことか。はあ、ははあ、何代目、今何代目から何代目の方がおられるんですか。2、3、4。2、3、4代で、はい、2、3、4です。完全家族経営、はい、3が居酒屋と佃煮を潰してます。潰したんですね、なるほど。で、今洗い物を担当ということで広角人事があったんですね。めちゃくちゃ裏方やってるじゃないですか。一から出たで、彼が4代目、はい、IT 企業でこの間も勤めた。彼が、はい、IT 企業。あ、忙しそうだけど、はい、頑張ってますね。いい息子さんお持ちですね。じゃあよかったです。私より優秀。いや竹野社長、はい、クレームゼロです。あ、オープンしてクレームゼロ。もうお母さんの今までの雰囲気と、はい、この雰囲気でクレームゼロです。それは言えないよね、はい、2代目のお母さん、はい、いい味出してますもんね、はい、とてつもなくスローですけど、はい。だからいかに接客が大事かだよね、はい、少々遅くても許してくれるっていうのはお母さんだからですよね。そうです、ほんまそうです。本当そうですよね、はい、ちょっと感動しましたよ。変なところでも感動しました。めちゃくちゃ今感動しました。めちゃめちゃいい店でしょ。すいません、いい店です。何、はい、代目の息子さんもだって IT で勤めててラーメン屋でしょ、はい、で、あんだけ爽やかにこんにちはって好青年で、いやいい子だね。なんかいい家族ですね。そうなんです。むちゃくちゃいいわ。で、昨日もね、お父さんの仕事を手伝って初めてお父さんの大変さが分かったからめちゃめちゃ尊敬してますって昨日言ってました。いや、ちょっと涙が感動するじゃないですか。やばいやばい、本当にやばい。社長、感動するじゃないですか。僕ね、結構感動シーンなんですよ、はい、ちょっと泣いてありますね。泣いてますね。よくすごい。いや、もう見たら分かります。やばい、マジです。最近岡本さんは自分のその直営のお店で夢っていう当たり付きなんだけど、夢出しすぎてるらしくて、でもだからこんだけでもね、みんなリピーターも多いし支えられてるのかなと。まずフランチャイズ募集をしてるんだけども、結構この家族経営とか自宅を改装してとか、そのなんだろう、家賃があんまりかからないところで地域密着でやるのがポイントなんですよ。うん、なんかね、
他にもタンメンでもそう有名なタンメン屋さんがあるんですよね、似たような味のところが。そこが今ちょっと苦戦し始めてて、なんでかというと有名になって遠方からお客さん集めてたんですよ。遠くからお客さん来るんだけども、やっぱりみんな秋が来るよね、遠い人って。地元の人ってやっぱりこうずっと来てくれやすいんで、そういうお客さんをしっかりこの岡本タンメンさんは取るっていう戦略を取ってるんで、なので結構リピーターが定着して、で家賃が安かったら成り立つと。原価もそんな高くないんですよ、正直ぶっちゃけ。でも味は美味しいっていう素晴らしい業態です。ただ岡本さんの気前の良さにちょっと焦ってますそこですね、そこ問題はそこだよ。フランチャイズオーナーさんとかもみんなだからそれを引き継いじゃってて結構夢バンバン出るっていう噂ですよいやアホなんか賢いか分かんないですけど、その戦略が相当やっぱ成功してるんですよ。いやもうちょっとある意味天才かなっていうふうに思ってますね。岡本さん YouTube もやってるから、みんなそんなに面白くないけど登録してあげてほしい概要欄に貼っとくんで。はい、来た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 、いい、このね半生のこのチャーシューがめっちゃうまそう、うまいんで。いやうまそうっすね、やばいな、やっぱうまそう。じゃあいただきます。ちょっと違うんですよ、コクが少ない、なんか口の中に残ってこうやみつきになる感覚がちょっと少なくて、ニンニクの味は強いんだけど、なんて言えばいいかな、スープがさらっとしすぎてて、なんかこうお湯っぽいところが若干多分初めて食べる人は感じないと思う。だからそれがなんでなのかをちょっと聞いてみたいですね、わざとなのか。まあ、なんだかんだ美味しいから食べるけど、食べてるクレーマーみたいになはい、ちょっとね、はい、僕味が薄い気がする、はい、いや僕はちょっとあのコクとかそのやみつきになる味がやっぱこれ好きなんだけど、なんだろうな、さらっとしてるんですよ。あで、はい、彼女も、まあ、カメラマンの彼女もこの間岡本さんの直営のお店行って食べてるじゃないですか、はい、結構薄かったよね、ちょっと薄かったよね。あのね、なんかサラサラっとした感じで後に残らない、ニンニクの味だけがするっていう、そんな感じなのでもったいないですね。これはやっぱりリピーターをつかむにはちょっと弱い感じがします。一応ね、レードルを 43cc の一番真ん中でやらせていただいて、はい、でまあ、あの薄い濃いが地域性があるんで、うん、一応真ん中で取らせていただいて、はい、で今マーケティングしてるっていう感じです。あ薄いと石川県みたいに45に変えて今調整してる、うん、あ地域によって分けてるんですか。分けてます、はい。令和の虎はの時は一緒です、滋賀県です、滋賀県と一緒で。だとしたら分ける意味ってありますか。僕らからすれば、はい、あの味で食べたいですよね。あ、そうですか、はい、はい、白いなんかタンメンのところ浮いてるやつあるじゃないですか、はいはい、あれもすっごい少なかった印象なんですけど、 あれは何ですか、はい、あれはもう旨味でですよね、はい、あ僕はそっちの濃さよりも、はい、どっちかというとその旨味の濃さがすごい少なかった印象なんです。あの岡本タンメンさんってどっちかというとその上にぶわっと浮いてるイメージだったんですよ、はい、でもスープどこ探しても浮いてるものがないんですあれってちょっと見誤った程度じゃないような気がするんですよ。だからそれはあの彼が悪いんじゃなくて、はい、僕は岡本さんが悪いと思ってて、はいはい、これがやっぱりマニュアル化とか、はい、それで一番気をつけて見とかないとダメなもので、はい、食べたらすぐ分かるんですね僕からすれば、はい、なのでちょっとそこのチェック甘いなって、はい、こっち側が申し訳ないと思っちゃうぐらい本当に、はい、と思います、はい、すごい大事な要素ですね、
一番岡本タンメンがリピートしてる理由がやっぱり味だと思うんですよ、はい、その濃さとコクと、うんはい、なんかこう病みつきになるっていう感じなのに、今日のだったら僕はもう2回来ないです、ね、はい、っていうふうな思ってしまうぐらい、はい、なんかこの2日間のお客さんは、まあ、リピートしてる人もいるっていうのは聞いてるんですけど、はい、もうそれはたまたまだと思った方がいいですね、これは続かないです、はいはい、なので早急な改善をした方が僕はいいんじゃないかなって思っちゃってます。はい、はい、まあ、正直に言わないとダメなところは言おうと思ってます。はい、まあ、どんどん美味しくなることを期待して、はい、ありがとうございます。またチェックしに来ます。はい、ありがとうございます。はい、ということで頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。